こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ買える大人に似合う鉄板スニーカー5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕はスニーカーが好きで、中学校2年生の頃からですね、いろんなブランドのものを買ってきました。当時はですね、エアマックスがめちゃくちゃ流行っていまして、エアマックス狩りという言葉があったぐらいですね、熱狂していた時代だったんですが、まあ、ナイキだとか、アディダスだとか、あとはニューバランス、さらにはいろんなですね、ハイブランドのスニーカーとかも履いてきた中で、本当にいろんなスニーカーを経験してきました。ただ僕がですね、スニーカーを選ぶときには、まあ、スニーカーそのもののレアさというよりはですね、着こなし全体に馴染むかどうかという視点でですね、最近はスニーカーを買うようにしてるんですね。まあ、僕と同じようにですね、大人世代には、まあ、スニーカーを選ぶときに使いやすさだとか着回しのしやすさというところもある程度重要になってくるかなと思うんですね。その上で今実際に履いていて気分が上がるかどうか、旬なスニーカーかどうかというところもやっぱり気になるところかなと思いますので、今回の動画では今すぐ買える旬なスニーカーということで5点厳選して、それぞれブランドを変えながらですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、全部がですね私物というわけにはいかないんですが、中には僕自身が買ったものもありますので、実物も踏まえながらですね、皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらですね、今後のスニーカーを買う際にですね、一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからですね、大人に似合う最新スニーカーをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はホカオネオネのスニーカーですね。ちょっとここはですね、具体的なモデルをまず出す前にですね、まあ、ざっくりとホカオネオネという名前を出させていただきました。僕もですね、ホカのスニーカーはですね、ここ最近2足購入したんですね。まあ、そもそもですね、ホカは僕知ったのは 4,5 年ぐらい前だったと思うんですが、まあ、その頃にですね、1足購入しまして、しばらく履きました。それからちょっと間が空いたんですが、ここ数年もですね、結構僕はホカオネをね履いていまして、特に愛用しているのがですね、夏場のサンダルとスニーカーの間ぐらいの立ち位置のものなんですね。今年も一つ新調したんですが、こちらですね、ホパラというモデルなんですが、こちらはホパラ2になります。僕がこの数年履いたのはホパラというですね、まあ、一応1というわけではないですが、通常のホパラなんですけども、まあ、これがですね、すごく使い勝手が良かったんですね。言ってしまえばスニーカーとサンダルの中間的な位置づけかなと思うんですが、これがですね、ボリューム感もあるんだけども、色がですね、シャープで非常に完成度が高いんですね。で、今回ホパラ2を買ったわけなんですが、色はオールブラックなんですけども、サイドがメッシュになっていまして、この透け感もかっこいいですし、あとは素材使いですね。オールブラックではあるんですが、素材使いを変えてあるので平坦に見えないところが非常にかっこよくて、僕が持っているこうスポーツ系サンダルの中では一番これが気に入っているモデルかなと思っています。このようなスポーツ系サンダルすごく強いんですが、あとは通常のスニーカーですね、これまた最近購入したモデルなんですが、マファテスピード2というスニーカーなんですが、これもかっこよかったですね。他といったらやっぱりランニングシューズなので、すごく履き心地の良さというところも重視してるんですが、まあ、ソールがしっかりとボリューム感があるんですね。で、基本的にはブラックを使っているんですが、まあ、グレーを使ったりだとか、あとはビブラムソールのですね、このロゴですね、ちょっとイエローのアクセントも効いていて、このあたりも含めて非常に完成度の高い一足になってるかなと思います。で、ホカって僕の中では春夏に使うことがすごく多くなってくるんですね。特にこれから先短パンになった時に着こなしがすごく単調になるわけなんですが、そんな時に足元にちょっとボリューム感のあるスニーカーを履いた方が圧倒的にこう旬な雰囲気だとかアクセントになるので、これからの季節こそ結構ホカのスニーカーは活躍してくれるのかなと思っています。特に短パンのスタイルに白のレザースニーカーとか合わせちゃうと、ちょっとこう素っ気なく見えてしまうので、そういったところでは良い味付けになるので、他のスニーカーだとかこのようなサンダルというのは一足持っておくといいかなと思います。まあ、こちらのマファテスピード2もいいんですが、今ちょっと在庫がかなり少なくなっているので、もう一つご紹介したいのがこちらですね、トランスポートのゴアテックスモデルですね。これもなかなかかっこいいなと思いました。マファテスピードに比べるとよりブラック一色というような雰囲気になってくるんですけども、素材使いの違いでところどころですね、デザインが浮き上がってくるような雰囲気で、これもかっこいいんですね。ソールもかなり厚いですし、他特有のですね、かかとに向かって傾斜ができている雰囲気ですね。このおかげで足踏み込んだ時にもスッと前に足が進むので、すごく履き心地もいい一足になってくるかなと思います。モノトーンの短パンスタイルなんかにはものすごくハマりがいいかなと思いますし、ゴアテックス仕様なので雨の日なんかにも使いやすいかなと思います。テーパードの効いたちょっとこう綺麗めなボトムスよりは少しワイド感のあるブラック系のパンツなんかにも合うかな
と思うので、まあ、ぜひですねブラックのパンツもしくは短パンなんかで楽しんでいただくといいスニーカーかなと思います。値段は決して安くはないんですが履き心地が良くて結構耐久性も含めて長く使える一足かなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですねニューバランスのスニーカーですね。まあここ数年は非常に勢いがあってかつてはおじさんっぽくてダサいという印象があったんですがその中でもおしゃれ好きな人であればですねニューバランスのスニーカーを愛用している方は多かったんですね。それがですねここ数年でようやく一般的にも認知されてきたかなと思います。本当にこうランニングシューズのど真ん中という感じのデザインではあるんですがこのやぼったいデザインといいますかダサかっこいいというところが、まあ、ようやくいろんな方にも理解されるようになってきてですね、まあ、様々な人気モデルも出てきてるかなと思います。まあ、僕もですねいろいろとニューバランスのスニーカー持っているんですが、まあ、最近私物でよく使っているのがこちらのですね 990V6 というモデルなんですね。まあ、この990番台っていうのは価格も結構安くはなくてですね本格化ではあるんですがこの V6 モデルというのはぽってりとしたソール使いも含めてちょっとですね今までとはアプローチ変わってきているので僕はですね賛否両論ある中でもすごく気に入ってるスニーカーの一つなんですね。ですが今回ご紹介したいのはこちらの990番台ではなくてですねこちらのですね M1906REE というモデルですね。これまたですね非常にかっこいいスニーカーかなと思います。1906っていうのもですね結構ここ最近では様々なカラーだとかちょっとしたこう別注も含めて増えてきてるモデルなんですね。僕も昨年ですねビューティー&ユースの別注版を一つ購入しましたがちょっとこうデザイン的にはニューバランスの中でも割とゴテッとした感じが特徴的なスニーカーなんですね。まあ、サイドから見てみるとですね N の大きさはそこまで大きくはなくて割とコンパクトめではあるんですが N 周辺ですねちょっとこう山型のですねラインが入っていて結構入り組んだデザインになってるんですね。これがちょっとですねレトロでクラシカルな感じがして意外とですね癖になるようなデザインになってるなと思うんですね。この1906をベースとして別注版も結構あったりしますしあとは様々な有名ブランドとのコラボレーションもあったりするので結構ファッションが好きな方にも評判のいいですねスニーカーになってくるかなと思います。その中でも今回ご紹介したのはカラーリングとしてはホワイトベースなんですけどもちょっとパーツ使いにシルバーが入っていてこのあたりがですねメタリックで今っぽい雰囲気になっているこちらのモデルですね。これは僕も欲しいなと思ってですねお店で試着もさせていただいたんですが残念ながら僕のですね適正サイズの26センチがすでに完売していたので買うことができなかったんですね。まあ、ニューバランスといったらこのようなベーシックなグレーというところが思い浮かぶかなと思うんですがちょっとメタリック感あふれるこちらのモデルというのが旬な雰囲気があってすごく雰囲気がいいかなと思います。まあ、コーディネートもそんなに難しくなくていつもご紹介しているようなブラック系のパンツだとかホワイト系のデニムにも合いますし先ほどご紹介した短パンのスタイルなんかにもニューバランスも相性がいいんですね。他オネオでもそうなんですがボリューム感あるようなニューバランスのスニーカーというのは短パンスタイルにもすごく映えるので結構バランスがよくハマってくれるんじゃないのかなと思います。でソールの部分なんですがサイドから見るとですねちょっとグリーンっぽいパーツが使われていましてこれも程よいアクセントになってくるかなと思います。今までニューバランス好きな方であってもホワイトとシルバーが混ざったようなこういった色合いって持ってる方はそんなに多くはないかなと思うので人との差別化も含めて結構お勧めしやすいスニーカーかなと思います。ただ在庫はだいぶ少なくなってきてますので皆さんもですねぜひお早めにチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のスニーカーはこちらですね。オンのクラウド5ウォータープルーフですね。こちらのモデルが、まあ、デザイン的にも非常にバランスもいいですし、オンのフラッグシップモデルのですね、クラウド5をですね、さらにこう防水仕様にしたようなモデルで、これから先ですね、梅雨なんかにも対応しやすいというところで、かなり使いやすい一足になってくるかなと思っています。まあ、オンもですね、ここ最近すごく人気が高まっているブランドで、様々なセレクトショップでの取り扱いもですね、かなり増えてきました。まあ、数年前までは、そこまでですねオンっていうのは名前聞かなかったんですが、まあ、一気にですね認知が上がってきてるブランドかなと思います。まあ、ランニングシューズということで履き心地の良さというところにも定評があるんですが割とデザインがですねミニマルなのでセットアップのスタイリングだとか割と綺麗めなコーディネートの中に合わせていただいてもそこまで悪目立ちしないというところで、まあ、結構ビジネスシーンで履いている方もですね見かけることがあるようなそんなスニーカーになってくるかなと思います。デザイン的に特徴となってくるのはソールですよね。まあ、筒状のですねこのサイドから見た時に割とですね立体感ボリューム感のあるこのソール使いが結構ですね特徴的かなと思うんですがまあ、それ以外は結構ミニマルなデザインになってくるかなと思います。僕はオールブラックのバージョンがかっこいいなと思ってるんですが、まあ、オンのロゴもですね控えめにサイトに入っていましてあとは所々にラインが入っていましてそのあたりもちょっとしたアクセントになってくるかなと思います。
まあ、紐なんかもですね、着脱がしやすいような仕様になっていまして、日常使いにもストレスがないというところも含めて、かなり使いやすい一足かなと思うんですね。まあ、セットアップのスタイルにも合うし、ブラック系のパンツにも合います。まあ、ちょっとこうデニムだとかチノパンのような、アメカジのですね、要素を感じるようなものとはそこまで相性が良くないかなと思うんですが、スポーティーなカジュアルだとか、テック感のある着こなしなんかにも非常にハマりがいいかなと思うので、履き心地の良さだとか、先進性みたいなところをですね、重視される方には、オンのスニーカーというのは、そこからと便利なのかなと思っています。でスニーカーってやっぱ雨の日には染み込むので結構ですね気を使ったりするんですけども、僕もですね何足かゴアテックス系のスニーカー持っていますが、そのあたりは結構心理的には安心感があるんですよね。通常版のクラウド5もですね悪くないんですけども、ウォータープルーフバージョンだと梅雨の日だとか雨の日にもガンガン履けて、なおかつですね汚れの面でも一定の安心感があるかなと思うので、まあ、せっかくだったらこちらを持っておくとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。先ほどまでご紹介していた他をだとかニューバランスに比べるとデザイン的には割とシャープでミニマルな雰囲気になるので、ちょっとこうポッテリ系のスニーカーが苦手だなという方にはオンのスニーカーはかなりハマりがいいかなと思いますし、結構40代50代の大人世代にも似合いやすいようなデザインかなと思うので、よかったらチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のスニーカーなんですが、こちらですね、まあ、懐かしのコンバースキャンバスオールスター J オックスというモデルですね。まあ、僕もですねオールスターはもう大好きで、大学生の頃ですね4年間の中で一番よく履いてたのはオールスターだったかなと思います。こちらはローカットのモデルなんですが、僕はですねハイカットが好きでよく履いていたんですが、今履くんだったらローカットの方がサクッと履きやすいかなと思います。まあ、先ほどまでいろんなスニーカーを上げてきましたが、割と最近はですねテック感あふれるようなスニーカーとかボリューム感満載なものが多かったりするんですね。まあ、そういったものの中でちょっとローテクに振ってあるこのようなコンバースのオールスターというのは、まあ、改めて見てみるとやっぱり定番的で使いやすいのかなと思うんですね。その中でもこちらはメイドインジャパンのモデルになっていますので、素材使いだとか細かなパーツ使いも含めて非常に完成度が高いような仕上がりになってくるかなと思います。でこちらのモデルは1980年代のですね USA モデルのラストを使っていますので、ちょっとクラシカルな見た目になっているのと、つま先のトゥーキャップの部分ですね、ここの面積もちょっとちっちゃめになっていますので、通常のオールスターとはまたちょっと違った表情になっているんですね。まあ、どうせですねオールスター大人になってから履くのであれば、ちょっといつものものよりも高級感があって、だけども味わい深い一足を買った方が僕は今の気分にも合ってくるのかなと思っています。価格も 14,300 円ということで、スニーカーの中ではそんなに高い方ではないんですが、まあ、かつて僕がですねオールスター履いてた時はもっと価格は安かったので、まあ、それに比べるとですねだいぶこう価格は変わったなという印象はあるんですが、素材使いも含めてすごくですね大人に合った一足になってくるかなと思うので、改めて注目している一足かなと思っています。まあ、デザインがベーシックなんでどんなスタイルにも合わせやすいんですよね。例えばネイビーのセットアップに合わせるみたいな形で外し的な感じで使うのもいいかなと思いますし、ホワイト系のパンツにも合います。あとは短パンにですねソックスを履きながら合わせるようなスタイリングも合うので、結構万能な靴かなと思うんですね。でこういったスニーカーというのは履き始めの時よりも使っていけばいくほどですね味わい深さというか、汚れが出ることでクタッとした雰囲気が出てくるので、それがかっこよかったりするので、経年変化も含めて楽しめるような一足になってくるかなと思います。まあ、スニーカーというジャンルの中でもいろんな表情のものを持っておくと気分によって変えられるかなと思うんですが、ちょっとテック感あふれるものだとか最新スニーカーみたいな雰囲気もいいんですが、一足ですねこういったコンバースのオールスターみたいなものがあるとですね安心感もありますし、ちょっとこう着崩した雰囲気なんかも出しやすいかなと思うので、改めて僕もですね買い揃えたいなと思ってる一足です。まあ、僕ら大人世代にはですねやっぱり懐かしさだとか胸厚のスニーカーでもあるかなと思うので、ぜひですね今買うのであればこちらのジャパンモデルですね、限定感もあっていいかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はこちらですね。アディダスのガゼル85ですね。まあ、こちらがなかなか雰囲気が良かったので皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、最近はですねアディダスのスニーカーもだいぶ人気が高まってきてまして、僕もですねこの YouTube の中でサンバの白ですとか黒実際に買ったことをですね皆さんにお伝えしていたかなと思います。そのあたりは今でもガンガンに履いているんですが、まあ、ガゼルもですね同じくレトロな雰囲気で非常にサンバと近いモデルなんですけども、クラ
シックな雰囲気の中でカラーがなかなか素敵だなと思って今回ピックアップをさせていただきました。まあ、ミディアムグレーという表記になっているんですが、濃すぎず明るすぎないグレーで、まあ、中間色なのですごくですね、着こなしの中でもハマりやすいような色合いになってるんですね。ブラック系のパンツにも合いますし、あとはホワイト系のパンツのような爽やかなものにも中間的なグレーなのでかなりハマりがいいかなと思うんですね。で、ミディアムグレーという表記なんですが、少しこうブルーがかっているところもあって、この曖昧なカラーリングというところが品があってなかなか雰囲気がいいかなと思うんですね。アディダスのサンバもですね、白と黒持っていますが、意外とですね、こういったグレー系のスニーカーでレトロなものってあんまり多くはないかなと思うので、非常に重宝するような一足になってくるかなと思っています。1985年にリリースされたアディダスのガゼルですね、このあたりを復刻した形でですねリリースされているモデルではあるんですが、まあクラシックなデザインではあるんだけども、色使いのおかげで古臭く見えないというところも含めて、レトロな感じと現代的なところがマッチしたような完成度の高い一足になっているかなと思うので、よかったら皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人に似合う鉄板スニーカー5000ということで、今すぐ買えるものの中からですね皆さんに厳選してご紹介させていただきました。まあ、今回ご紹介したものの中で、まあ、大きく2つに分けることができるかなと思うんですね。ちょっとぽってりとしていてハイテク系のですね要素を含んだスニーカー群と、あとはレトロなスニーカーですね。まあ、レトロながらも素材使いこだわってたりだとか、まあ、現代的な配色にするというところで、まあ、今ぴったりのような雰囲気になっているものもありましたので、このあたりは、まあ、それぞれですね一足ずつ持っておくと着こなしの幅が広がるかなと思っています。僕自身もホカオネオネだとかサロモンだとかこのあたりも履くんですが、意外とアディダスのサンバだとかこのあたりも使い勝手いいなというところも実感しているので、やっぱり2種類持っておくとすごく便利なのかなと思っています。まあ、最近は革靴あんまり履かない方も多いかなと思うので、そういう方の場合はですねスニーカーの中でもきれいめな白レザースニーカーみたいなものがまず一足あって、あとはニューバランスだとかホカオネオネのようなボリューム系が一足あって、さらにはローテク系のですねアディダスやコンバス系のスニーカーが一足あると結構幅が広がるかなと思うので、よかったら今後のスニーカー選びの参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、ちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックしていただければなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。